かの国には竜が住んでいる。神話として語られた古の人と竜との契約がそのまま真実だとは思えないが、科学万能の現代においても分厚いベールに包まれたまま、竜と竜を守護する職能集団竜の敗者たちは確かに存在する。国際条約によって竜の戦争参加が禁じられて数十年が経過し、もはや竜は国家の力の象徴ではなくなった。それでも竜との契約は今も守られ続けている。コーヒーお下げしましょうか。あ、構いません。でももう仕事は無理そうね。今年最大の台風になりそうです。こんなところに、初めてこの目で見ました。竜が食べてしまったようですね。食べた？